甲斐紀明と言います。コーディネーター課の方に所属をしておりまして、入社1年半になります。普段は、主に、お客様応対内装のご提案、あとは、業者様への、見積もり手配から段取りと、含めてさせていただいております。店舗の内装と、あと、ディスプレイ業をやっておりました。よく商業施設とかで見かける装飾、ディスプレイですね。季節に合わせたディスプレイだったりとか、あと、店舗の内装なので、一から店舗作りっていうのに携わっておりました。そうですね。店舗作りっていうのが、基本的には B2B で、会社対会社でのやり取りっていうのがかなり多くて、で、今回そのリワークに入社したきっかけでもあるんですけど、エンドユーザー様向け B2C での仕事にすごく前から興味があって、でリワークを選ばさせてもらいました。そうですね、一番最初に苦労したのは B2B でのやり取りっていうのは、やっぱりこう専門用語、あと業界用語っていうのをこちらでお伝えしても先方さんがこう理解してくれるっていう分野ではあったんですけど、今度 B2C になるとやっぱりそういった用語っていうのが伝わりにくかったりとか、そこに一番苦労した点ではありますね。とはいえですね、やっぱりその内装の知識っていう面では店舗内装をしている時からすごく知識としてやっぱり蓄積されてましたので、そういったところの自分の知識っていうのをお客様に噛み砕いて、お話しするっていうところはすごくこうやりがいがあると言いますか、はい、前職のその経験がすごく生かされてるなっていうのは感じてます。そうですね。やっぱり社員さんが何せ若いという、皆さん若くて、あとその社員一人一人言うときはやっぱり発言するし、そのお客様のお家を良くするためにプライドを持って注視してるなっていうのはやっぱすごく感じました。それに通じるところがあるんですけど、やっぱり知らないことを知ることっていうのがすごく自分にとってはモチベーションに今なってて、そういったのをなんかこう、知らないことをより多く教えてくれているのが今のリンワークで、それが非常にやりがいにつながってて、入社してよかったなっていうポイントになってます。私も今今年7になるんですけど、転職するタイミングとしてはもう最後かなっていうふうに思ってて、とあるその転職サイトの方で登録をして、熱心にまず一番声かけしてくださったのがまずリブワークさんだったっていうところですね。あと、面接を社長とさせてもらったんですけど、その社長の面接後のそのレスポンスといいますか、終わった後にもうすぐ採用しますみたいな返事をいただけたのが、やっぱ自分的にも結構やっぱ大きくて、この会社であれば新しい取り組みに対してもすごく多分率先的に取り入れて、どんどんこうイノベーションを図っていくっていうのが、面接もするときももちろんそうなんですけど、した後もすぐそういうのが入社する前から感じることができたんで、そこが一番大きな点ですね。今コーディネーターとして、内装の提案を中心にお客様の家づくりに大きく携わらせてもらってるんですけど、そこはあくまで、過去の、先輩方が作ってきたその標準のお家、ブランドに基づいて各コーディネーターがこう提案しているっていう今状態になってるんですけど、それを今度は僕が標準仕様をまず新たに作っていきたい、会社の、ベーシックとなる仕様っていうのをきちんと自分の手で開発していって、でそれが売れる住宅になれば一番いいんですけど、はい、ベースのあるお家作りっていうのに深く携わっていきたいなというふうに思っています。僕自身もそうだったように、やっぱり向上心を持って何か新しいことにチャレンジしたい、今やってるお仕事から
他のこうジャンルでこう活躍されたい方にはやっぱりすごく向いてる会社だと思いますので、悩まれてる方はもう躊躇せずぜひ転職はお勧めいたします。